1勝1敗で迎えた今日が3回戦です。さあ注目の1球目、やや緊張気味か上原、大きく息をしました。先頭バッターの坪井がバッターボックス、注目の1球目、ストレート、ストライクです。143キロ。この上原、新人で開幕シリーズ3戦目登板です。大変なことですよ。大変なことです、でもね、ストライクは2球続きましたけどもね、落ち着いてますね。そうですか、ちょっと私には考えられませんね。堀内さんの初先発というのはどんなお気持ちでした？いやー、マウンドへどういう風に上がったかは覚えてません。あ、そうですか。ただ練習のボールをバグネットにぶつけたことだけは覚えております。3球三振です。高速スライダー。この上原の表情を見てますと、堀内さん余裕ありますね。そうですね、3球勝負ですからね。これは、スライダーですね。かなりキレのある、外側からスライダーを投げてるんですけども、今は曲がりはあまり良くなかったんですね。ただ坪井のタイミングが合わなかった、見逃したらストライクだったというね、ルーキーらしからぬ投球ですね。本人はあまり僕は緊張しないタイプなんです、そんな風な話をしていました。その上原、そしてもう一人、掛布雅之さんに解説に加わっていただいております。掛布さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。タイガースも開幕戦はガルベスにやられましたが、そうですね、昨日は17安打の猛攻でした、今日は阪神打線はですね、この上原君の高めのボールの見極めだと思いますね。高めの、これだけボールが切れればですね、高めで勝負はできると思うんですよ、前半はですね、そのボールをちゃんと見極めないと低めのスライダーフォーク系のボールに手を出してしまうんではないかなと。そうですか、ワンツー、スライダー打った。これはレフト線、どうでしょうか。ファールボールです。和田がバッターボックスです。その上原、迎え撃つタイガース打線、坪井、和田、今岡、ブロワーズ、ジョンソン、平塚、佐々木、矢野、そして先発はメイです。野村監督、スライダー打ってライトへ、高橋由伸です。2アウトを取りました。落ち着いたマウンドさばきのように放送席からは見て取れます。さあピッチングフォーム出ましたが、堀内さん、このフォームについて何かおっしゃりたいことありますか？いや、今のところはね、僕はこのままでいいと思いますね。そうですか。特にこのピッチャーの非常にいいところは、バックスイングに入って、一番最下点に手が下がるとき、この時にコックをしますよね、手は。そのコックが非常にいいんですね。そうですか。ですから腕にその力みがなくて、高い位置まで腕が上がってくるんじゃないですか。私たち素人の印象からすると、この上原というピッチャーはいわゆる無駄なボールというのがありませんね。そうですね、あまり遊び球を使わない、真っ向からどんどん行くピッチャーですね。これもよくボールが、今のスライダーは切れてましたか？切れたっていうか、チェンジアップの作用をしてるんですね。まっすぐは速いですから、144キロ、あるいは5キロ、こういった表示が見られます。三遊間の当たり、サードの元木がさばきました。一塁の清原にいいボールです。三者凡退に打ち取りました。1回の表、素晴らしい立ち上がりです。しました。長嶋監督はこの上原については、今年のジャイアンツの目玉の一つ、やはりホームの東京ドームで登板させたい、そして左の強打者が揃っている横浜、あるいは広島、こういったチームにぶつけるよりは、どちらかといえば打率のあまり良くないタイガース戦の方がいいかもしれない、そんな計算がありました。これをきっかけに波に乗ってくれればいいんだ。ただ上原というピッチャーは強気で打者に向かっていくタイプ。さあどうか、これを打ち上げた、センターバック、センターグーッとバックしていった、どうか、フェンスの手前です。あと5メーターある、センターフライ。堀内さん、長嶋監督もこのピッチャーはその強心臓でどんどん向かっていくタイプなので、例えばこういう外国人の選手にもどんどんストライク投げていきますね。そうですね、自信があるのか、それとも無我夢中でやってんのか、そのどっちかだと思うんですけれども、
どうも自信ありげに投げてますね。そうですか、この球威が落ちない限り、うん、そうは簡単に打ち崩せないんじゃないかと思いますけどね。掛布さんはバッターの立場からするとどんな印象をお持ちですか。今日はすごくボールのキレというものをバッター感じていると思いますし、腕の振りがすごく速いんですね。ストレートスライダーが変わりませんので、はい、先ほど今岡君がチェンジアップ気味のボールを振ってしまいましたでしょ、非常にそのストレートスライダーの見極めがしづらいタイプだと思うんですよ。これだけ腕を振られますと。あ、そうですか。じゃあかなり打ち崩すのは難しいと思いますよ。あ、なるほどね、バッターからするとその腕の振りが速いというのは、非常にボールが見づらいわけですね、はい、見極めづらいということですね。今井さん、はい、1回の表のピッチングを見たベンチの香取ピッチングコーチ、ルーキーのデビューとしては1回は文句なし、ただ1回はねということなんですね。昨日のこともあるから、いいからといって安心はできない、この回をしっかり投げるんだぞというふうに声をかけていました。あ、そうですか。2エンド1と追い込んでいます。バッターボックスはジョンソン、昨日来日初ホームランを打ちました。さあフィールディングはどうか。ピッチャーゴロ、一塁に落ち着いたボールです。上原マウンドから駆け寄りて落ち着いてさばきました。で、今井さん、香取コーチはね、スピードは1回のピッチングを見て、いやこんなもんじゃないよというふうにもっと出るという話をしていますね。で、この上原村田のバッテリーなんですが、坪井三振の時に、どうやら最後のボールサイン違いだったようでね、村田がベンチに帰って、おい、サイン違いやぞと、で上原もすいません、ただその2人とも笑顔でね、非常にいい雰囲気だということです。そうですか。そういえばこの2人が引き上げていった時に3アウトを取ってダグアウトでいろいろ笑顔で談笑している映像があったと思います。その坪井は3球三振に終わっています。2アウトランナーなしで6番の平塚。腕の振りが速いという加計さんのご指摘ありました。例えばピッチャーというのは堀内さん、その変化球を投げるときというのはいろいろその変化球を投げるときもまっすぐのときも同じ振りフォームで投げなくてはいけないわけですね。もちろんそうですね。ただ腕の振りは非常にいいんです。確かに加計さん言う通りいいんですけど、ちょっとこうバッターの方に正対するのは早いんですよね。あ、そうですか。ですから見やすい嫌いはあるかなっていう気がするんですね。平塚打ってセカンドゴロ、西がさばいて3アウト、2対1。これが各地の結果と途中経過でした。東京ドームは昼間パリーグの日本ハム近鉄戦、そして夜はセリーグの巨人阪神戦、2試合の興行になります。ですからセリーグのこの巨人阪神戦のプレーボール時間が昨日と今日はレギュラーシーズンにもかかわらず午後7時ということになっております。さてドラフト1位のルーキー上原、3イニングスに入ってきました。佐々木に対して2ストライク2ボール、ボールストライクボールストライクで2エンド2、5球目、速球、佐々木はフルスイングしましたが空振り、2つ目の三振を取りました。腕の振りが速い、そしてまっすぐ変化球、全くフォームに乱れがありません。今井さん、はい、三塁側ですが、この試合に臨むにあたりまして大学の各選手で、上原のオープン戦の VTR を 3,4 試合見ました、基本的にはまっすぐとスライダー、それにフォークが加わるという印象、タイプとしてはね、広島の笹岡タイプかなと、こういうふうにベンチでは見てましたね。加計さんどうですか、そういう分析なんですが。球質などはちょっと似ているのとかありますかね。